こんにちは。ピカサトチャンネルを見ていただいてありがとうございます。今回はですね、伝説のポケモン3体とミュウツーを捕まえに行きたいのですが、まず先にマツリカと戦いたいと思います。関東のトレーナーさんと言われてるんですよね。マツリカって実はアローラ地方からやってきたのではないかと思いますか？マツリカとフェアリーポケモンと戦います。バリアードですね、最初に繰り出したのは。相手は光の壁で特殊に強くなりましたね。熱湯でいきましょうか。あ、サイコキネスですよ、相手は次。もう一回波乗りでいきましょうか。エスパーフェアリーなので、ハックタイプの技はなんか等倍ですね。やばいですね、今、カメックス。回復させますね。今、カメックスを回復させました。なんか、ありそうですね、意外と。相手の光の壁はなくなりました。ピカチュウの応援でしたね。バブル光線に行きましょうか、最後。バリアードを倒しました。次はどんなポケモンを繰り出すのでしょうか。プクリンですね、次。ドラゴンタイプの技は効かないんですね。電気タイプの技覚えてるようです。ちょっとバランスが若干悪いですよ。リザードンだとバランスがちょっとよくありません。10万ボルト覚えてるので、とてもバランスが悪いです。後で元気のかけらを使って回復をさせます。ピカチュウでもいけますね。10万ボルトでいきましょう。フクリン倒れました。ピカチュウがレベル57に上がりましたね。あ、次はどうなりますか。あれ、控えにいるポケモン経験値をもらいました。キューコンですか、次。まず回復の薬で一回回復させます。キューコンって言っても
アローラ球根ですね。アローラ球根は氷フェアリータイプなので、やっぱり炎タイプとかの技も有利です。アローラ球根は鋼が4倍ですよ。炎飛行なので氷タイプの技が等倍でいけますね。めちゃ効いてますね。アローラ球根を倒しました。リザードレベル上がりました。51レベルに上がりました。ミュウはレベル34に上がりましたね。銀の王冠を1個手に入れました。それでは伝説のポケモン3体とミュウツーを捕まえに行きます。双子島にたどり着いたのでフリーザーを捕まえます。最初に捕まえる伝説のポケモンはフリーザーです。ちょっと寒そうですね、中は。あ、フリーザーが飛び出してきましたね。時間制限があるんですね。冷凍ビーム、カメックスには効果は今一つのようですね。波乗りズショットは一撃では倒せないようですね。もう一回波乗りを使います。ミラーコートで自分に帰ってきましたね。波乗りで行きましょうかと思ったんですよ。ミラーコートで倒れてもピカチュウがいます。あとはピカチュウに任せてください。次のポケモン使います。ピカチュウの出番ですね。いよいよ電気タイプの技で行きましょう。10万ボルトで行きます。ゲットするチャンスですね。ハイパーボールで捕まえます。ゲットできるのかどうか気になるところです。あー、ボールから抜け出したようですね。もう一回ズリの実を与えましょうか。ズリの実をあげてから捕まえたいと思います。あ、惜しかったようですね。金のズリの実でも良かったかと思ったんです。残念でしたね。金のズリの実がもうすぐなくなりそうです。惜しかったですね。ズリの実、もうズリの実をまた使いますね。向きはちょっと違いました。お願いしますね。捕まえたと思ったのにと思ったんです。
ズリの実がもうすぐなくなりそうです。無事にフリーザーを捕まえました。あとはサンダーとファイヤーとミュウツーを捕まえに行きたいと思います。次にサンダーを捕まえに行きます。次に無人発電所でサンダーを捕まえます。サンダーの雷ですね。サンダーが現れたようです。サンダーの10万ボルト、ピカチュウで戦うとさ、なんか電気タイプの技はピカチュウに効果が一つなんですね。サンダーを高速移動したんですよ。掛け声に合わせて技を避けてくれましたね。効果は今一つのようですね。相手の光の壁がなくなったようですね。最後ですね、いよいよサンダーの体力。サンダーの体力は全部なくなったら次、捕まえるチャンスですよ。飛行タイプの技を使ってきますね。捕まえるチャンスですね、いよいよ。ゲットチャンスです。惜しかったです。次はどうなるでしょうか。
惜しかったですね。揺れた回数今1回ですよ。あーと少しのところだったんですよ。1回ですね、揺れた回数。変なところに行っちゃうんですよ、ボール。遠くまで行っちゃったんですね。あ、ボールの脳わずかですよ。あと少しなのに。今度はどうなんの？は？どうなんでしょうか次。無事にゲット成功できました。サンダーを捕まえたので、次はファイヤーを捕まえに行きます。フリーザーとサンダーを捕まえましたので、続いてチャンピオンロードでファイヤーを捕まえます。すごい熱そうですね。ファイヤーが現れました。ちなみにファイヤーはファイアレッドリーフグリーンではともしび山だったので。それでは10万ボルトを使います。サンダー10万ボルトと思っていたらファイヤーが熱風でしたね。熱そうですよ。めちゃ効いてますね。あ、次に火炎放射ですか。ピカチュウに交代してみます。ピカチュウでも10万ボルトを使います。次のポケモンも使います。あ、10万ボルトでいきましょうか。ピカチュウ10万ボルト。あ、捕まえるチャンスですね。ファイヤーを捕まえるチャンスです。あ、小さいサイズですか。捕まえたと思ったんです。もう一回投げてみますね。今度はどうなるでしょうか。惜しかったですね。もう少しだったんです。もう一度ですね。残念、もう少しで捕まえられたのに。木の実も与えてみますね、一回。金の7の実でもいきましょう。もう一回。
次はどうなりますか。あ、捕まえられました。ファイヤーを捕まえました。フリーザ、サンダー、ファイヤーの3体集めました。ピジョットはレベル54に上がりました。伝説の3大鳥ポケモン、フリーザ、サンダー、ファイヤーを捕まえるの制覇しました。次は花田の洞窟行ってミュウツーを捕まえに行きます。花田の洞窟にたどりましたのでミュウツーを捕まえます。さっきはフリーザー、サンダー、ファイヤーを捕まえたので次にミュウツーを捕まえたいと思うんですが、ミュウツーはレベル70なのでかなり最強の伝説のポケモンですね。ミュウツーが現れました。ドクドクでいきましょう。ミュウツーはド忘れしましたね。毒のダメージで体力を減らせばあとは簡単ですね。あ、サイコキネシスを使うんですか。あとは回復させるだけですね。毒のダメージを減らした方がいいなと思ったんですよ。今回復させます。あとは回復させるだけですね。回復をさせるだけなのであとは毒のダメージを減らさせます。サイコキネストを使ってくるので回復を繰り返します。回復が先ですよ。回復の薬はたくさんありますので、サイコキネシスでダメージが減ると思うのでサイコキネシス使われたら回復の薬どう。ラッキーだとちょっと耐えられそうですね。あ、もうすぐ捕まえるチャンスですよ。もうすぐですね、いよいよ。あ、捕まえるチャンスですね。それではミュウツーを捕まえるチャンスですね。それでは捕まえます。金のズリの実を使った方がいいと思いますね。次にハイパーボールで、あれ、ハイパーボールが、はい、もう一回投げてみますね。魔法を使うんですが、ミュウツーは超手強いです。もう一回金のズリの実を使った方がいいなと思ったんですね。それではハイパーボールでグレートが来ました。惜しかったですね。ズリの実も残りわずかな量ですね。
ズリの実も残りわずかなんですよ。ちょっとズリの実がもったいないですね。プレミアボールで投げてみたらどうなるかちょっと確かめてみますね。プレミアボールちょっと難しいですよ。あ、プレミアボールがなくなりそうです。あ、プレミアボールまたもったいないのでちょっと、それではいきますか。マスターボールがもったいないんですよ。あ、もう少しで捕まえられたんですね。7の実で投げてみてもいいんでしょうかね。木の実をいろいろ投げてみたと思う。ああ。次はどうなるでしょうか。木の実もいろいろ投げてみたらいいでしょうか。パイルの実も少ないですよ。惜しかったですね。あ、ちょっと惜しかったですね。ミュウツー捕まえました。無事にミュウツーを捕まえることができました。たくさんのポケモンがレベル上がりました。一回花田を洞窟に出ますと、僕ウプ主に会いました。次ブルーが出てきますね、この後。花抜けの票を3つもらいました。え、ブルーも花田を洞窟に行きましたね。それではもう一回ミュウツーがいた場所で行きます。ウプ主が言っていたさっきのお姉さんって、ファイアレッド、リーフグリーン、女主人公のブルーのことだったんですね。話しかけてみます。で、モンスターボールが飛んできた。ブルーですが、ファイアレッド、リーフグリーン、女主人公ですね。ブルーだってミュウツーを捕まえようとしたら詐欺越されたんですって。あ、ブルーとバトルになりますね。ブルーってフェアリータイプのポケモン、ピクシーを持ってたんですか。スピードスターを使いましょう。光の壁を使ってきました。特殊強くなりましたね。サイコキネスでも行きましょうか。あ、ムーンフォース使われるんですか。フェアリータイプの技ですね。フェアリータイプのポケモンなので、フェアリータイプの技、ムーンフォースを覚えてたんですか。スピードスターをもう一回使います。リフレクターも使われたんですね。打撃攻撃強くなったそうですね。サイコキネス行きましょう。ピクシーを引っ込めたんですね。
あ、ゲンガーですか。ゲンガー、エスパータイプの技が有利ですね、ゲンガーに。これめちゃ効きますね。ゲンガー持てたんですか、ブルーは。サイコキネスで行きましょうか、ゲンガーに。はい、ゲンガー倒しました。エスパータイプの技も意外とゲンガーでは楽勝ですね。光の壁なくなりました。あ、キューコンですかね。キューコン、そのまま戦ってみます。一回関東の姿のキューコンなので、スピードスターでいきましょうか。やっぱりここでは、あ、大文字を使われるんですね。熱いですよ。熱々ですよ、大文字。自己再生させましょうか、ミュウツーを。自己再生使い続けますね。あ、やけど負いました。自己再生また使いますね。ミュウツーは今やけどしてるんで、サイコキネシスでも行きましょうか。ミュウツーのサイコキネシスですね。半分切りました。ミュウツーに当たりませんでしたね。あ、大文字ですか。ファイヤーでもおすすめしたいんですと思ったんですよ。仲間がいるんですね。あ、破壊光線使うんですか。エアスラッシュでいきましょう。ここに球根が倒れましたね、相手の。ガルーラですか。ガルーラですね。拡張タイプの技が有利ですか、ガルーラ。二度蹴りいきましょうか、ガルーラ。二度蹴りでもめちゃ効きますね。あ、ピヨピヨパンチでさせられてるんですか。ちょっと混乱しそうですね。あ、混乱しには注意が必要です。ガルーラピヨピヨパンチを覚えてるので混乱には気をつけたいですね。回復をさせましょう。まずあ、混乱してしまったんですね。パンチとキックするカンガルーですか、ガルーラって。フリーザーでも行きましょうか。フリーザーで瓦割りですか。壁が壊れちゃいますよ。ミラーコート行きましょう。あ、相手ですね。失敗に終わったようですね、ミラーコート。
雷パンチを覚えてるんですか、ガルーラ。回復、まず回復をさせます。雷怖がってますよ。サンダーだとデイタイプの技も当番にできるようですね。ドリルくちばしでいきましょう。あ、ピヨピヨパンチされたですね。あ、半分ですね、今の体力は。まず元気のかけらで先に回復させます。あ、ひよこがピヨピヨパンチでひよこですね。ミュウツーを元気のかけらで回復させました。あー、めちゃ効いてますね。ガルーラ倒れました。ピカチュアレベル58に上がりましたよ。ミュウはレベル37です。ウツボットにはやっぱりエスパータイプの技が有利です。パワーウィップですか。サイコキネス使います。エスパータイプの技もめちゃ効きますね。ウツボットめちゃ効きました。ウツボット一撃倒れました。フェアリータイプのピクシーですか。次またフェアリータイプのポケモンでもちょっとエスパータイプの技とか当倍にできるんですね。あとスピードスターでいきましょう。ここでは あ、ムーンボスが危ないですよ。スピードスターもう一回使います。ミュウツーのスピードスターですね。ムーンボスですか。また元気のかけらがあるので、ピカチュウは今ちょっとピンチで泣きそうな予感がしますね。ピカチュウまず回復が先ですね。先に回復させます。回復の薬を使いますね。ピカチュウはとっても喜んでるみたいです。ピクシーが倒れました。カメックスはメガ進化使う予定なんですね。10万ボルト使おうかなと思ったんですけど、ブルーのカメックスはメガカメックスにメガ進化ですね。めっちゃ効いてますね、意外と。はい、麻痺させました。体がしびれて動けないですね、カメックス。先制攻撃ができやすくなりますね、相手が麻痺してると。メガ進化のカメックスでも麻痺するんです。避けられましたね、無事に。ハイドルポンプを使われるそうだったんですね。カメックス倒れました。ブルーに勝ちましたね。
ミューツナイト X、ミューツナイト Y をもらいました。モンスターボールが飛んできましたね。いつまで続くかまだわからないですよ。モンスターボールが飛んで、ブルーは去っていきました。グッドボタンをぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。